佐世保は五番街の先、よろずロックはブリックモール。現役女子大生がオーナーを務める古着屋はそこにある。色ごとに分けられた古着に四方から見つめられて胸が躍る空間。多くの人々が一目惚れを楽しみ、新しいおしゃれを身につけていく。はい、てなわけで今日はですね、よろずロック、この五番街のすぐそこ、ブリックモールにある古着屋さんドキドキというお店に来ています。現役の女子大生のレイナちゃんが自ら起業したお店で、というのも佐世保の大学生ってこう服とか買うときどうしてるかなって聞くと、ネットだとか福岡だとかなかなか佐世保で買わないっていうのが現状だったらしくて、じゃあ自分でこう大学生がいつでも通えるような服屋さんを作ろうということで立ち上げたのがこのお店になってます。毎月のようにこう仕入れもしているの でそれを少しずつお店に出していくことで、こう毎週違った風景がこう店内広がってるので、こう毎日ドキドキしながらお店行くことができるので、ぜひコロナが収束したら気軽に行ってほしいし、ネット販売もやってるんでよかったら覗いてみてください。なんか PR ポイントがあったらお願いします。洋服1着の価格帯が大体福岡に行って帰ってくる交通費の4000円ぐらいで買える価格帯なので、学生さんもよければ来てください。価格ですよ、価格です。お願いします。